皆さんこんにちは。本日のカープライブ、なんとサンちゃんコラボ。おお、サンちゃんですか。大湯ちゃんです、ね、DKTV でカープライブ。すごいですね。すごいです。サンチャンネルで。なんかどんどんあの増えてるよね。はい、増えてますね。なんだかんだ言っても、はい、この企画は、はい、本当はなかったの。あ、そうなんですか。北海道で冬の陣パート2やったの。ああ、そうだった。僕いなかったですもんね、その時は。そう、はい、俺負けたの。あ、マジですか。負けたの。それはじゃあやっつけなきゃいけない。そう、それはやっつけるためにこの企画があります。ということで、はい、冬の陣パート3です。3まであるんですか。これいつまで続くんですか、これ。これは大湯くんに勝つまで。僕らが死ぬまでじゃないの。死ぬ。なんだかんだ言ってもさ、こいつなんかすげえ偉そうで、北海道でさ。なんか上から目線で。だってあの土屋さん土下座させてましたから。俺あんな土屋さんさせて、みたいな。ちょっとびっくりしたんですけど。すいません。土下座させちゃってるよとか。そうなんだよ。ということで、はい、挽回してやる今日は。ですよね。そこでだ。はい。ここは、うん、軍祭です。軍祭ですよね。僕ら実は初めて。そうなんですよ。結構いろんなもので見させてはもらってる側なんですけど、軍祭は初めて来たんで。まあ引っ張ってやろう。お願いします。まずはちょっと土屋さんにね、はい、引っ張ってもらってコースを覚えないと。そうですね、やっぱりね。でこの2人にフルコースはちょっと危険なんで、6キロは。普通にホットバージョンで下りで200キロ出ちゃうんで。下り200キロはやばいですよ。やばい、今日は雪ですよ、しかも。雪だと100キロも出すの結構怖いよ。やばいやばいですよね。ということで今回は軍祭からお送りしたいと思います。どうぞ。さあ今回は大湯さんがダンロップを履いてきました。ダンロップは入ってきました。履いてきましたよ。これはあのダンロップ一押しのスタッドレス。そうです。今もう最新で出てる、うん、あのダンロップの、うん、ウィンターマックスっていう。ウィンターマックス。ウィンターマックスの03ってやつですね。マックスオリドとは書いてない。マックスオリドって書いてない。大丈夫。クソオリドはちょっと、うん、でも書いてないですね。結構これホイールで引っ張ってるね。これ引っ張ると。あんまり良くないよね。良くないですよね、うん、これかっこ優先だね。かっこ優先だね。やっぱ若いからかっこ優先。スタッドレスの性能を出すには、うん、スライチかちょっと入ってるぐらいですよね、うん、これ引っ張っちゃうとあんまりね、ウィンターマックスじゃなくなっちゃうよね。ウィンターじゃなくて、うん、普通のあの乾いた路面の乾いた路面仕様になっちゃってますね。正直さんのは。僕のは実はね、ミシュランから今回この対決があるって言ったら、ミシュランさんがじゃあこのタイヤぜひ使ってくださいって言われて、もうあのね、溝もちょっとかっこよくなって、で僕は土屋さんがおっしゃるように、はいはい、もうあの引っ張らずにちょっとこう丸みがあって、で、ね、でリアはね、うん、さらにあの太いのにして、あのさらに丸みを出してます。トラクションかけたいなと思って。ホイールはこのくらいがいい、ですよね。このくらい、ちょっとリムをこう内側に。そうなんですか。その方がスタッドレスは効くの。お前だってさ、北海道人でしょ。ねえ、こんなことも知らないの。いやいや、北海道人だよ。いやいや、さすがにちょっとまだ、まあ、一応23なんでちょっと。北海道人のくせにこんなに引っ張ったらダメですよね、これね。これはさ、スタッドレスの性能落としてるよ。落としてる。これダンロップさんに怒られるよ。怒られるけど、これで負けたらどうするんですか。あ、やばいな。こんだけ言ってて。俺やばいな。これで負けたらやばいよね。それなんないでしょ。俺のはね、ブリザック史上最強のタイヤだよ。あれ3はすごいって聞きました、僕も。 VRX3 は史上最強よ。ちょっと見たいです。一回見たいです。ああ、やっぱり、ああ、なんか溝もやっぱりよくできてますね、このね、細かいところ、ね、細かいでしょ。ねえ、そう、すごい。スタッドレスはホイール引っ張っちゃダメ。やっぱり僕ら経験値と、そうね、うん、やっぱり僕もいろいろ分かんないから、こういうのはいろんな人に聞いて、そうです、ね、どういう風にした方がいいかなとかって思ったんだけど、北海道人のくせにホイール引っ張ってるし。いや、いいじゃないですか。かっこよさも重要なんですって。かっこよさも重要なんです。でもね、僕今回ね、あの色変わってると思わない。
あ、そうじゃん。塗ったの？塗ったんですよって。いや、冗談ですよ。何台持ってんの？これ何ですか？スカクで2台実は、はい、あのまだ値段が上がる前に、はい、あの結構安く出てたんですよ、はい、でこっちはまだ6万キロしか走ってないんですよ、はい、だから普段の足用で使ってたんですよ、はい、だけどもう冬の陣やるって言ってて、うん、でこの車をなんかちょっとダートラとかもちょっとやってみたいなと思って、うん、ダートラ改造計画をするって思ってたんですけどこの対決あるから、うん、あどうせならじゃあちょっとここで試してみようかっていうので、うん、あの急遽もうめっちゃ急いで、うん、あのデフとクラッチ2つも頼んで、うん、やっと入れてきた、まあ、ただそれだけしかしてないですけど、うん、はい、だからもう足とか何も やってないんでブッシュとかも何もやってないんで、まあ、ちゃんと走るかどうかちょっと僕も不安なんですけど、これ今回の雪道用に軍災に合わせてバネレート落としてきた、ええ、あ、さすが。ちなみにいくつ？そんなこと教えない、そんなこと敵に教えるわけないじゃん。でも大井くんのもなんか車高上がってない、前のやつキャンバーもなんか戻ってるよね、これ。戻ってる ねちょうど2日前までつくばで僕アタックしてたんですけど、うんうんうん、いやさすがにね、つくば市のアタック仕様だとちょっとまずいなっていうことで、これ立ってるよ、キャンバー立ってるよ、だっていつもこんな鬼キャンついてるよ、5度ついてる、5度もついてる、ね、5度ついてる、これ結構さ雪道用に合わせてきてんじゃないの。いそうですよ、だって車高も上がってるしさ、うん、ねえ、でバネレートは、バネレートを、うん、落としたの、まあまあまあ落としましたね、12ぐらいです。12キロぐらい下ろした。落とした。落としてるじゃん。へえ、これでもなんかこういう雪道の映像にしても悪くないですね。土屋さんの86もなんか雪道に合うし。いいよ、かっこいい、かっこいい。で僕のは雪道白で白だし。かっこいいかどうかもある。だけどさ、カメラ映り一番悪いよこれ。そんなこと言わないでください。雪の中で白で分かんなくなっちゃう。あれどこだって。あれ通った今みたいな。そんだけ早かったらいいっすよね。でもまだ GTV ついてるね。外すって言ってなかったっけ。そう言ってたよな、ね、え、うん、え言ってなかった前、なんかいやモデューロのモデューロのなんかあの純正ウィングつけるとかってなんか言ってたけど、いやまあ引っ張りなんで今回そこの分でちょっとさすがに。でもさ、これ絶対リアトラクションかかるよね、このウィングね。かかるよ、全然かかるよね。え、うん、全然かかる。ちょっと一つだけ紹介、うん、あ、それはちょっと YouTube の方でぜひ紹介しますのでぜひ概要欄からお願いします。じゃあとりあえず走りますか、はい、そうだ ねとりあえず走ってコースを覚えて、そこから一人ずつタイムアタックをかけたいと思います。最後は3人でバトルいきます。どうよ、僕だけでしょうか。もう今にも突っ込みそうなんですけど僕だけでしょうか。こういうをやっつけるぞ。あー、くそ思いっきり底打ちしてるもん今。俺もだよ。いや、本当ですか。俺もカメラコ、カメラコ、カメラコ、ドンドンドン。もう結構降りてくるところが結構下打っちゃう、ガガガガガとか言って、いやもう僕打って輪立ちにもいや引っ張ってるからだよ、多分引っ張りすぎ、引っ張りすぎ、引っ張りすぎ。さあそれでは WRC でのステージ1から行きたいと思います。ステージ1は我々がタイムアタックする間にステージ2を除雪していただいてますさあじゃあじゃんけんでいきます。じゃんけん最初いきますよ。最初はグー、じゃんけん、ほい。じゃあ強さ1番先頭バッターでお願いします。オッケー、先頭行ってやるじゃねえか。こういうやっつけるぞ、やっつけた。よし、最初はグー、じゃんけん、おい。はい、これ一緒、俺が2番、僕が最後にします。鳥だね、鳥っていうかみんなのちょっと参考にしないと。でもね、土屋さんの前走ってたから俺まだコース全然わかんないんだよ。あー、コースよ。さあ、ブリザック VRX3。
け行け行け行け。次よくん、スカクーとミシラン、大湯くんとダンロップ。
べ。これやべえな。トラクションかかんねえ。よし、行くぞ。怖い、怖えよ。めっちゃ揺れるし、俺なやっぱ足ちょっと硬すぎたかな。滑る滑る。いや、あ、これもう顔が引きつるんだけど。危なかった今。危うく雪山ズドンだよこれ。うわめっちゃ泡立ち。うわめっちゃ取られる。
しよしよし、うわ疲れる疲れる、めっちゃ力入るんだけど、このまま雪山にズドンしそうだよな。うわ危ねえ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 、うわ怖怖、やばい、あんまりこれ滑れ、後ろ滑らせるとダメだな、怖えな、うわうわそこ打ってる、車高上げればよかった、もうちょっと、ずっともう顔が引きつってた、あ心拍数めっちゃ上がるわこれ、あ疲れた、あいやーけどね楽しいわ雪道、やっぱわざつとあとコース幅狭いからめっちゃ辛い、ちょっとインディブだよね、ですよね、そうあれじゃないと、こうやってさゆっくり走るだけで結構若いからかっこ大変だから、かっこ優先なんだよ、かっこ優先ですよ、タイヤ機能的に使わないとダメ、そういうことそういうことそういうこと、あれ舐めすぎ、舐めすぎです、世の中舐めすぎ、だから一車両でしょ、あれが一車両でしょ、面白い、もうすごいな、わだちが、サイド引いてもうまく曲がんないな、ガーッ言ってるもん、傷だらけの二郎くんになっちゃった、これで
はい、ご苦労さん。はい、ご苦労さん。はい、ご苦労さん。なはい。もうぶっちぎりだよ。ぶっちぎり、ぶっちぎり。え、本当にすか。こういうぶっちぎり。やばい。本当に。うん、ぶっちぎり。ぶっちぎり。ぶっちぎりで遅い。そういうこと、もうちょっと期待したじゃないですか。優勝つみおさん、はい、2位わたつき。これもう完全に土屋さんリベンジね。 OK OK ですよ。え、ちなみに何秒だったんですか。34秒、はい、40秒、50秒。だからタイヤは引っ張っちゃダメなんだ。くそくそ、いいと思ったのに。じゃあステージ2行く。え、あ、もう、まあ、ステージ2は正回りです。あ、なるほどですね。今逆、はい、そう、はい、今度は正回り。うーん、それでいきますか。それならまだいけるかもしれない。まだいけるかもしれない。でもさ、俺アンダーで一回飛び出そうなと。ぶつけた、ぶつけた、ぶつけた、ぶつけた。あのコーナーウィンカーペコンって飛び出そうなんですよ。結構やばい、ね、やばい、結構やばい。超スリリング。それではステージ2行ってみたいと思います。じゃあいくよ。
ダメだ、刺さった。あ、こっち、こっち乗ってください。ヘアピンで刺さった。曲がりきれん、あの車曲がりきれん。あの車やとちょっと曲がりきれやんわ、やっぱ、はい、速いスピードやと。いや、十分速すぎるんですよ、やばいな、これ。誰か助けてきてくれるかな。いや、見に行ってきてって言われたんだよ。バックして戻るか、はい、ヘアピンで。あの車曲がりすぐそこ、すぐそこ、すぐそこです、すぐそこです。レガシー登場お願いします。はい、レガシー登場。あの、引っ張ってください。はい、レガシー登場。レガシー登場。もう、あの、あのヘアピン、どっか来てくれ。よし、行くぞ。うわ、滑る。いや、もう俺これ以上踏めない。めっちゃ滑る。曲がれないわ、俺も。全然。どうしよう、どうしよう。結構アンダー出ちゃうな。うわー、怖え。次郎くんだって早いってことを見せつけてやりたいけど、見せつけてやるんだ。
こんな雪の轍のね時にね走るもんではない、さすがに。いやー、締まりマジで純正入れるのスプリング入れた方がいいレベルだなこれは。いやー、ちょっとダンパーのクリックとかいろいろ変えようかな。いやー、疲れるわ、疲れるマジで。腹立つ。どうぞ王子様、王子様こちらです、こちらです、どうぞ。腹立つ王子様、腹立つ。なんと銀メダルです。腹立つ。大丈夫、俺銅メダルだから。そうですね。取っちゃったから。25秒、1分25秒、1分19秒。すげえ早い。早すぎ。早すぎですよ。さあ、ステージ3は3台のバトルになります。行ってみたいと思います。はい。ベタ付けで行ってやる。行っちゃうよ。タイヤ引っ張ったのが良くなかったんかな。あ、見えない見えない見えない。
さん当たってるよ壁に当たっちゃってるじゃんうわ見えない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 危ない危ない危なかった四角の雪ゲームに雪がねマジで見えない。こういう面白い。ついていくので結構必死だ言葉が出ない。いや楽しいねけど、よし行ってやるぜ。よし負けね。俺が先頭なんだから負けるわけにはいかないっしょ。86なんかに負けねえぜ。ヒギゴッドハンド右手のみ。できねえ無理だこんな雪道で右手だけ結構しんどい人間に走った。はい。
とストレートで引き離したぞ。構える。行け行け、絶対絶対負け。負けない、絶対負けたくない。戸田レーシングパワー見せてやる。勝ったよ勝ったんじゃない、これは。これは勝ったでしょ。エアピンで待ってねえし、逃げに入っ打ち切っちゃった。あ、落ちたよイエーイやったあ、疲れた。さあ、今回のカープライムいかがだったでしょうか。軍祭1日バトル、ね、ステージ1優勝、はい、ステージ2優勝、バトルインチキスタートインチキスタートいやだって俺らはヘアピンで待ってる、ね、待ってましたよ。土屋さんハザード焚いて待ってました。3台来るなら待って、こいつさ、ヘアピン曲がった途端にビヨーンと見てあれ待ってないよだって土屋さんの前あの見たら、あれ大湯くんどこ行ったんだろうねぐらい前行ったいや、もう過去一番踏み切ってましたもうだってここのストレートで思いっきりジャンプしましたからそれぐらい踏みちぎってましたまあだけど、俺が先頭の時は、うん、杉尾くんベタ付けあれ結構あの近いところで走りました、うんね、で、あの土屋さん結構いい感じでドリフトやったりとかしてたんで、うんうん、僕もあのかっこよくちょっと決めようかなと思って、ね、うんうん、ね、結構面白かったですよね。ちなみに後ろから見てた時、うん、あの壁にぶつかってました雪壁にぶつかってあの靴当てながら止めてるみたいなそうそうでもやっぱりこれってあの逆にここ普通の壁だとさ車壊れちゃうけど、この雪壁って意外といいですよね。ふわっとしてるから、そうそうそう、車は壊れない。そうですね、なんかこれなんか恒例にしたいですよね。いいね、いいね、ね、うん、冬は冬でいいよね、うん、だけどバトル中はさ、うん、前の車の雪煙で直線が見えないの、うん、
コースの幅が見えない。僕あの昔、まあ、今も多くね現役でフォーミュラー乗ってますけど、はい、僕たちも昔フォーミュラーで、うん、後ろの方からスタートするともうあんな状態で久々にうわ何も見えない。真っ白になります。もう真っ直ぐ走れないぐらいさ真っ白で。あんな感じ、あんな感じですね。だからあやっぱり一番後ろは怖いなと思ってますけど。後ろ全く分かんな ない、ね、コースが分かんない。分かんないです本当に。僕も後ろ行った時はもう次男さんの死角が白で透過してるから余計何も見えない。見えないよ、ね、全く見えなかったです。バトルに関しては次男さんの勝ちですね。ありがとうございます、はい。てか早かったですね、やっぱ。いや早い、うん、なんかね、でもね、やっぱり四角今回初めてね雪の中走らせて、うん、でミシュランがやっぱり良かったのと、いいんだろうね、あとあの大井くんのタイヤは引っ張ってて、はい、僕のはあのちゃんとあのね土屋さん言ってるように、はい、こういう風にしてるから、そう、それ多分それするだけで多分 S2000 全然速くなります。若いから格好つけたい。もうそれだけ。多分あのダンロップさんにね言われると思います。次あの GT であったら、はい、引っ張っちゃダメですよ。絶対言われますね。なんで引っ張ったんですか。かっこいい線、かっこいい線。でも面白かったね、はいはい、ということでね、この冬の陣はね、軍祭はもう毎年やりたいね。毎年やりたいです。ぜひちょっとね、あの恒例にして、うん、またみんなで来たいです ね、うん、これは面白い、ということで、よかったらいいね押してください。あとは登録もお願いします。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。